はい、皆さんこんにちは。札幌のコールセンターでスーパーバイザーやっております、井川直輔です。よろしくお願いいたします。今日は真面目なやつ、真面目なやつっていうか、クエリの使い方、いよいよ選択クエリの説明を、していきたいと思います。まずこうね、ちょっと自分のイメージなんですけれども、クエリっていうのは皆さん、難しいようにこう考えられるとは思うんですけれども、アクセスの進行帳、つまり、データベースの進行帳っていうのは絶対にクエリーです。はい、よくこの動画でこう何回も何回も言ってるんですけど、例えば VBA が使える、関数が使える、ここを押したらこれが出てくるっていうのは、これはもう Excel の方が、Excel の方がっていうか、Excel 的な考え方であって、アクセスっていうのは、大量のデータベースにおいて何をどう抽出するのかっていうのをまず考えるのが基本です。ちょっとね、例えが違うかもしれないですが、私こう見えても自動車学校で運転を教えてた頃があり、教えてた時がありまして、で、運転の上手い下手って何っていうふうにもし考えた時にですね、何でしょう、免許を取り立ての方っていうのは、例えばクランクをうまく抜けてこれる、S 字をスムーズに抜けれる、車庫入れがうまくできる、方向転換がうまい、なんていうことを思いがちなんですが、実は自動車学校の指導員というのはそこは見てません。何を見てるかっていうと、どこを見てるかっていうと、S 字をうまく、くぐってこれるかどうか。で、あとは、なんていうんですかね、クランクとか S 字の入り口に左が脱輪しないかって、そこしか見てないんですね。わかります？皆さんがこうちょっとうまく関連づけられないかもしれませんが、アクセスっていうのは入力フォームでいろんな技を使って、この時にこれを出す、あの時にこれを出す、これをやったら画面が変わるではないんです。テーブルに入ってたものをいかに抽出するかっていうことがデータベースの基本になってきます。だから運転がうまい下手で、車庫入れがうまいとかじゃないんですね。運転がうまい、自動車学校の、指導員をやってて、運転がうまい人の条件は何か、それはいかに安全に停止するか、そこの一点に尽きると思います。だからちょっとアクセスの考え方変えてみてください。ではちょっと早速説明をしていきたいと思います。はい、これサンプルファイル、3に入っているものになってまいります。で、ここにですね、売上速報っていうのがあります。で、例えば、もう作成を押して、全く知らない方がやった場合に、クエリーを作ろうと思ったら、これ、1、2、3、4ってこう出てくるんですね。で、クロス集計、重複クエリー、不一致クエリー、なんか難しいから、とりあえず選択クエリー行ってみようかいと、行きますよね。と、ウィザードが立ち上がってきます。で、こっちにしましょうか。データベースその2と。と、なんかこうやってやっていく、なんかとりあえず全部やっとこうか、だっと、ほいっと。で、すべてのレコードを集計するっていうふうにやって、なんか知んないけど、完了するとこういうふうになってます。で、このデータベース、この2と、このクエリ、これ全く同じものになってまして、前回もちょっとどこかの動画で言ったんですが、じゃあ、この MT データベースその2と、このクエリ、全く同じじゃないかっていうけど、実はこれ他人の空2なんですよっていうことを、申し上げたと思います。で、これをいかに、じゃあどうやって抽出するかっていうと、デザインビュー、こうなります。デザインビューっていうのは、ここでクエリーのことをいろいろするんですけれども、例えばここにメーカーで、トヨタと入れます。トヨタと入れるとどうなるか。トヨタだけのものを抽出してくるっていうことができます。はい。例えば、ちょっとエクセルとですね、比較してみたいと。エクセルと比較をしてみたいと思います。
じゃあちょっと行ってみましょう。はい、貼れました。これが同じものをデータベース化したものなん、データベースのものを Excel に貼ったものなんですが、じゃあこれを、トヨタで絞るって言ったら、普通は ここにフィルターをセッティングして、トヨタっていうものをします。こういうふうに。これが普通だと思います。はい。で、アクセスの場合はここにトヨタと入れます。はい、デザインビュー。じゃあここにオアを入れたらどうなのか。オア、トヨタオア日産なんで、ここの ところに、トヨタオア日産って入れると、トヨタまたは日産を引っ張ってこいということができます。で、これはもうね、2つしかないから別にいいんですけど、普通のデータベースってトヨタ日産だけじゃないと思うんですよね。このExcel でね、フィルターかけるで、まあ、データが、まあ、1000ぐらいになってくると、まあ、使ってる方は分かると思うんですけど、もう遅くて遅くてたまらない。そりゃそうですよね。何回も言いましたけど、 Excel っていうのは世界で一番頭のいい電卓であって、データベースを扱うものではないんです。やっぱり持ちは持ち屋なんですね、絶対に。そうですよね。たまにね、蕎麦屋でラーメンとか売ってることありますけど、今蕎麦屋でラーメン売ってるとこって僕が子供の時は結構ありましたけど、普通はラーメン屋はラーメン屋で食べるでしょうし、蕎麦は蕎麦屋で食べるでしょうし、うどんはうどん屋で食べます。だからそこの、秀でてるものを生かすようにした方がいいと思います。じゃあ、これちょっとやってみましょうか。今契約日時っていうのがあると思います。じゃあここ、まあ、日付で絞りたい場合にはどうしたらいいかっていうと、 Excel の場合は、例えば3月12日と3月14日を持ってきたいっていうと、ここでフィルターをかければそれでいいということになります。同じようにできるんですけど、同じようにできるんですけど、アクセスを知ってるんだったらそんなことをやっちゃいけません。ここでフィルターをかけるんだったら Excel と同じです。デザインビューを開きます。ちょっとここ消します。はい、どういうふうにするかっていうと、契約日時、ここに Between と入れます。Between で、日付を抽出する場合は必ずシャープをつけます。それで、2018年の、03の12で日付を囲んで、アンド、シャープで囲んで、2018年の03の14でシャープで囲むと、これアンドになってですね、はい、っていう風に なりました。ちょっと見てください。はい、Between、2018年の3月12日からアンドかつ2018年の3月14日までを引っ張ってこいという、構文になります。 Between 何々から何々の間、谷間という意味ですよね。古い方は私と同じ年代だと思うので、 Between と聞くと、真っ先に Between ライオンを思い出したんじゃないでしょうか。ね、Between ライオン
ってね、あの闇入りカットで歯と歯の隙間を磨けるっていう画期的な歯ブラシだったような気がしますが、はい、実行してみましょう。そうすると3月12日から3月14日までのものが引っ張ってこれると。はい、いかがでしょうか。これあまりね、重宝を感じないのかもしれないですけど、普通こうデータベースってこの3月10日12、14だけだったらいいですよ、別に。ただ普通はここのところもうダーッと日付が並んで、チェックを入れ忘れてしまったら大変なことになってしまいますよね。なんかデータ抜けてんじゃねえかみたいなね。はい、でもう一個の方法が、これ日付フィルターっていうのがあります。ここの ところでね、何々の範囲内っていうと、3月、あ、これ今日4月だもんな。あんまり使ったことないからよくわかんないんですけどね。3月12から、3月の14、OK と。というふうにもう絞ることはできますけれども、これはね、これのデータベースでアクセスでやれるから、エクセルでやれるんですけど、扱った方は絶対にエクセル、アクセスでこちらの方を覚えた方がいいです。はい、騙されたと思って、覚えてみてください。で、今日は、ちょっと、本当に基礎の基礎から、行こうかなと思いまして、クエリ、これシリーズ化をしていこうと思っておりますので、まずは今日ここだけ、覚えていただきたいポイントは何か。はい、クエリと、テーブルっていうのは全く同じそのものができるんですけど、これは他人の空にということです。はい、このデータベース、このでかい箱の中から、この、クエリを使って皆さんが思うがままに自在にデータを引っ張り出す、それがクエリということになります。はい、じゃあまた近いうち、今日は、クエリの3だったので、今度は4番目上げていきたいと思います。はい、では、今日はこの辺で失礼いたします。お付き合いありがとうございました。失礼いたします。